な。すごい、ものすごい、ものすごい、ものすごい大きい。来るんだ。相当大きい。最初、ちょっとこう、車が跳ねるような感じで、で、あと横揺れがこう、ガタ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 ってきて、かなり強い揺れだなというのを感じました。まっすぐこれ走れないんじゃないかっていうような感じの揺れで、10年前の時には津波が来た場所なんですね。ちょっと津波のことを考えました。海の方向から内陸に向かう方向の道路が、やはり渋滞をしていたということで。当初は、石巻港や仙台港で1メートルの津波が予想されていましたが、観測はされず、津波注意報は午後7時半にすべて解除されました。名取市の住宅では食器棚のコップが割れたり、少し斜め方向にも揺れているのが分かります。揺れの方向は、ご覧いただいているようです通りです。先ほど午後6時9分ごろ、地震発生当時の岩手県盛岡市の映像をご覧いただいています。かなり揺れの時間長く続いていたのが情報カメラからも分かります。そして変わりまして、こちらは現在津波